汽車道。汽車道、汽車道、英文名称、汽車道プロムナードは、神奈川県横浜市の桜木町駅前と、新港地区とを結ぶ、鉄道廃線跡を利用して1997年に開通したプロムナードである。港湾環境整備施設、港湾緑地として整備されており、2002年に設定された散策コース、開港の道の起点側にあたる。また、 一部は、港未来地区、十七外区の運河パーク内を通っている、西は公設。本校では、プロムナードとしての汽車道だけでなく、その歴史や産業遺産としての価値についても触れる。汽車道はもともと、ウィンナープロムナードと呼ばれていたが、1996年、平成8年に行われた、名称公募により解消となった。1911年、 明治44年開通の旧横浜駅と新港府島を結ぶ臨港線、通称税関ともの配線跡を利用し、その一部にあたる約500メートルの区間をレールも残した上で緑地として整備したものである。この臨港線は当初貨物輸送目的で作られたもので、新港府島内の横浜港に扱い所、後に横浜港駅へ昇格を経由して岸壁や 倉庫の前、さらに、横浜税関構内の荷扱会所まで結んでいた、詳細は、高島線の港を参照。一方、1920年、大正9年からは、サンフランシスコ航路の出港日に限り、旅客列車、ポートトレインの運行が行われるようになった。戦後は米軍により一時接収されたが、1952年、昭和27年に返還され、 以降、1961年、昭和35年の日川丸の最終公開時まで、旅客運送が行われていた、詳細は、ボートトレイに横浜港駅を称。その後、貨物支線としては1986年、昭和61年に廃止となったが、1989年、平成元年の横浜博覧会開催時にはこの、路線を利用して、会場ゲートがあった桜木町駅近辺。 日本岸駅を設置から山公園の日川丸付近山下公園駅を設置まで旅客列車、機動車の運行を行い、博覧会終了とともにこの区間も廃線となった後、1997年、平成9年に汽車道として整備されるに至った。汽車道は日本丸側と新港地区を2つの人工島並びに3本の橋梁で結ぶ構造となっている。 また、開通当時に仮設された、アメリカ製とイギリス製のトラス橋を改修、保存しており、新構地区からの列車が頻繁に行き来していた頃のかつての面影を残している。汽車道上に架か,かる港1号橋梁、港3号橋梁の3橋梁は、横浜市認定歴史的建造物に認定されている。1907年、 明治40年に港二号橋梁と共にアメリカンブリッジで製作されたトラス橋で1909年明治42年に鉄道員により仮設された30フィートのバンケタ橋2連と100フィートのトラス橋からなる伏線相当の幅がある2012年平成24年10月24日から2013年平成25年3月15日まで 補修工事を実施している。100フィートの伏線トラス橋。港1号橋梁と同年に製作された。元は1906年、明治39年に仮設された、北海道炭鉱鉄道夕張線の夕張川橋梁の100フィートトラス橋と1907年、明治40年に仮設された、総武鉄道江戸川橋梁の2基の100フィートトラス橋であり、1928年、 昭和3年に横浜キート検査所引っ込め線の大岡橋梁として転用された。現在は夕張川橋梁のトラスの一部が再移設され、プロムナードに沿って保存されている。1号2号橋梁と異なりイギリス製であり、トラスの高さが低くなっている。記者道は土木学会による土木学会デザイン賞2001において最優秀賞を受賞した。 選考の公表にあたって、選考委員の大熊隆新潟大学教授は、港未来21の中心にあって、観光資源を欠保護者空間を、歴史的資産の巧みな保全、活用と施設整備によって、人々が楽しみながら回遊する空間となっていると、捉え、特に汽車道をまたぐように建設された、ホテル、ナビオス横浜の開口部によって確保された汽車道から、 赤レンガ倉庫への見通し景観を優れた動線設計として評価した。坂木原和彦、大阪産業大学教授は、同じくホテル建物の開口部によって確保された景観を高く評価る一方、由来の異なる港産業協梁の移設に疑問を呈した。佐々木洋、日本福祉大学助教授は、汽車道横浜が持てる資源をきちんと活かして、 嫌味のない衣装に仕立てたものであり、20年以上に渡る横浜市における正統派のアーバンデザインの積み重ねを評価した。汽車道の3つの橋梁は、九林港線港一号橋、九林港線港二号橋、九林港線港三号橋として、2007年、平成19年11月30日に、経済産業省が公表した近代化産業遺産分33の一つに、 認定されいる。汽車道は貿易立国の原点に横浜港発展の歩みを物語る近代化産業遺産群の一部として認定され、日本における近代産業の発展時を一にし、貿易立国の原点となった横浜港の歴史を称する遺産の一つとされた。ナビオス横浜西側、横浜ワールドポーターズ前の港未来地区17、外区には運河パークが整備されている。 汽車道は、港3号橋梁を渡ると、道パーク内を通り、ナビオス横浜下部に作られた、開口部、吹き抜けの先まで続いている。道パーク内には、日本丸メモリアルパークや、象のビパーク、第三橋方面と行き来する、水上バスの乗り場、ピア運河パークがある。また、道パークの南側に広がる運河の対岸は、森ビルなどにより再開発が進められている。 北中通り地区となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。